見極めで検索はい皆さんこんにちは見極めライブ YouTube ブルーステージですあの学生の皆様大変お待たせいたしました 本日はですねモリビルの岩本様にお越しいただいております岩本様、はい、よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますはいで岩本様学生の皆さんをお待たせした分ですねその分気合いマックスでご来場いただいておりますので、はい、ぜひですね学生の皆さんこのお時間楽しんでいただけたらと思いますで本日2つのコンテンツございます 1>, 1個個目目がが企業説明のパートと2個目が、A、のパパーートトとと2 Q&A なっておりますで1点だけ自分で連絡させてくださいこのタイム見たよというところがしっかりと企業さんに伝わるようにですねアンケートの回答とチェックインだけお忘れなくお願いいたします学生さんの質問もですねどんどんお待ちしておりますのであの今のタイミングから学生の皆さん質問チャット欄にご投稿いただけたらと思います。 はい、それではですね。早速岩本様へバトンタッチさせていただきまして、あの自己紹介とあとは会社説明の方をお願いできたらと思います。はい、岩本様よろしくお願いいたします、はい。どうぞよろしくお願いいたします。はい、改めまして、自己紹介預かりました。えっと岩本と申します。えっと私ですね。えっと2022年に新卒で入社しまして、あの初期配属で人事部に配属されました。えっと <laughs> えっとされたという形跡になっております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。 ははいでは改めまして自己紹介の方させていただきます。私ですね、2022年の4月に森林に入社しまして、初期配属で自治部に入社され、配属されました。でこちらの写真ですが、キ休日は同期と遊ぶことが多いというところで、上の写真が同期とのコンペ、ゴルフコンペの写真となっておりまして、下の写真が同期と沖縄に行った写真となっております。非常に仲がいい会社というところもしていただけたらと思います本日はどうぞよろししくお願いいたします。 はいでは本日は都市づくりという仕事がありそこで東京を世界一にしようとしているモリビルという会社について知っていただけますと幸いですそれでは早速内容に入っていくのですが都市はあらゆる活動の舞台でありそこには無限の可能性が広がっているとありますが都市は誰でも関わるものであり生活の基盤です都市をつくるディベロッパーは都市の中で起きるあらゆることを実現する可能性を秘めています 本日はそんな無限の可能性を秘めたモリビルの事業についてぜひ興味を持ってもらいたいと思います本日の流れについてですが第一部としてまちづくりの業界理解そちらの理解を深めていただいて第二部モリビルとはどのような会社なのかについて歴史を振り返りながらお伝えしたいと思いますはい では早速、ちづくりの業界理解というところですけれども、リビルと聞くと、ぼんやりと不動産業界の会社というイメージを持たれる方が多いかと思います。不動産業界にはですね、多数の業者や職種があり、約30万社以上が存在する、非常に大きな業界となっております。その中でも、我々モリビルは、総合デベロッパーという区分に位置づけられています。総合デベロッパーに属する会社が何をやっているか、一言で言うと、ちづくりとなっております。 はい具体的にどのようなお仕事なのかと言いますとこちらに具体的に五つ挙げております総合デベロッパーは土地の取得から管理運営までまちづくりの川上から川下まで一気通貫でマネジメントをしておりますこの中のどれ一つをとってもデベロッパーだけでできる仕事はなくてですね例えば一番上の土地の取得であれば地検査団との関わりが必要不可欠になりますし企画設計で言うと森ビルはインハウスで設計部という部署を持っていますが 海外の設計事務所さんやデザイナーさんと一緒に仕事をすることもあります。一部に関わるのではなくて、まちづくりの川上から川下までこのようにいろいろな企業や業種の方々と一緒にまちづくりを行っているのが総合デベロッパーの大きな特徴となっております。はい、総合デベロッパーの総合という言葉が持つ二つ目の意味合いは、一つの用途だけではなくて、さまざまな用途の施設を組み合わせて複合的な空間を提供しているということです。 オフィスビル、住宅、商業施設、ホテル、文化施設など、人々の生活に必要なあらゆる要素を空間に盛り込んでいく、まさに街を作るのが、総合デベロッパーの仕事となっております。では、本日の流れですが、第1部として、まちづくりの業界理解、そちらの理解を深めていただいて、第2部、森ビルとはどのような会社なのかについて、歴史を振り返りながらお伝えしたいと思います。 都市再開発を主な事業とする森ビルが会社として掲げているミッションは、東京世界一の都市へするというものです。このミッションを掲げる背景には、世界で都市間競争が激化していることがあります。まずはこの背景について、もう少し理解を深めていただければと思います。こちらの写真をご覧ください。こちらは NASA が撮影した衛星写真で、明るく光っているところが大都市となっております。 都市の面積は地球全体の約5%しかないのですがその限られた都市への人々の流入が加速し続けています1800年には世界人口に占める都市人口の割合はわずか3%だったのですが今では50%を超えていますまた先進国に限って言えば人口の約,約75%が都市部に居住しています地球規模で都市から加速していることがわかるかと思います 地球規模で都市化が加速する中、現在は都市間競争の時代と言われています。各都市間で人、物、金、情報を取り合っています。この都市間競争に負けてしまうと、国として衰退してしまう恐れがあります。特に今は、あらゆる技術の発達により、人が自由に場所を選んで住んだり働いたりすることができる、つまり都市を選択することができるようになりました。そんな中競合都市から東京が選ばれるためには 何が必要かとい,、えー、ということですが人、物、金、情報を引き付ける力つまり自、えー、力を高めていく必要がありますそしてこの総合力を計測するために森部のシンクタンクである森記念財団では2008年から世界の都市総合力ランキングという独自の調査を実施しています金融などの特定分野ではなくて都市の力を表すさまざまな分野を対象として 都市の総合力を評価したランキングとなっております。対象は四十八都市で、日本の都市は東京、大阪、福岡の三都市となっております。具体的な評価方法ですが、経済、研究開発、文化交流、居住、環境、交通アクセスの六分野について七十指標で総合力を評価します。公表されている統計データやアンケート調査、現地調査などのさまざまな調査を通じて。 分野別のスコアを算出します最終的に都市ごとに6分野のスコアを合計したものがその都市の総合力スコアとなりますこのランキング東京はないだと思いますでしょうか東京はですね3位となっております良い順位と感じるかどうかは人それぞれかと思いますが森浦はこの順位を楽観視してはいません各都市が様々な施策を通じて都市の総合力を高めており 現在はランキング下位の都市が急速にスコアを高める可能性があるためです森ビルでは東京が世界一の都市になるためにはどうしたらよいか GPCI 世界の都市総合力ランキングを参考にしながら事業を進めていますこのような国際都市間競争にさらされている中東京を世界一の都市にするにはどのような都市づくりが求められているのか森ビルは常に考え続けております ここからは森ビルが土地づくりをする上で大切にしている3つの考えを紹介します。1つ目はバーティカルガーデンシティ、日本語に直すと、立体緑園都市という考え方です。こちらのイラストをご覧ください。これはですね、私たちが理想とする土地づくりのイメージ図となっております。緑豊かでさまざまな機能が複合されたコンパクトシティです。都心の空と地下を有効に活用し、ウォーキングディスタンスの中に、 働く、住む、遊ぶ、学ぶ、行こうなどの多彩な都市機能を立体的に組み込むバーティカルガーデンシティという考え方です建物を超高層化し地下も活用すると地上に空間が増やせます地上に生まれた空間には緑が広がり日光が降り注ぐ公園などで人々が楽しく快適に過ごしています従来の植樹分離の考え方ではなくて都市の効率を高める植樹近接の考え方 モリビルはこのバーティカルガーデンシティという都市の理想像を実現していくことにより都市の魅力そして日本のポテンシャルを高めていきたいと考え都市づくりをしています二つ目にモリビルが大切にしている考えは都市を作り都市を育むという考え方ですモリビルは理想のモデルを実現するだけでなく都市を作り都市を育むという視点を持ち出来上がった後の街の運営も非常に大事であると考えています 町は作って終わりではない、作ってからが始まりという考えを大切にしています。え都市づくりとは、そこに住まい、働き、行き交う人々の営みを創造し、より良い未来を形づくっていくこと、そして完成後も時代にフィットするよう、常に進化、成熟させていくことが大切なので、都市を育んでいくという考え方を大切にしている点も、森ビルの大きな特徴となっております。そして森ビルの町づくりへのこだわり最後が、 一一貫して地域の人と一緒に街づくりを行うことですこれは六本木レ図の従前の写真なのですが敷地の大きさは東京ドーム2.4個分の広さかつては密集した住宅の谷地で道路は狭く消防車や救急車も通れませんでした当時この場所には400軒を超える地権者さんがお住まいになられていて皆さんも想像に難くないと思いますが400軒の人々の賛同を得るプロセスは非常に困難を極めました。 こちらですね、当時の約400件以上の知見者さんとの合意形成の写真となっております。人対人のコミュニケーションをとり、森ビルが作りたい町とはどのようなものなのかについて、勉強会を開いて一から説明をしました。地権者の皆様にしてみれば、命の次に大切な土地を森ビルに預けるという決断になるため、信頼関係を構築していくために話し合いを続けました。その結果、9割を超える地域の方々から町づくりの合意を得て、 一緒に町づくりを行うことができました。今も多くの知見者の方が六本木ヒルズの中で生活をしてくださっていて、地域とともに町づくりをしていくから、完成後も地域に親しまれる町になるなどと感じる、世界でも最大規模の再開発でした。このような背景を持って出来上がったのが、今年で20年目となる六本木ヒルズです。町の鮮度は時間の経過とともに落ちますが、人々との絆は時間の経過とともに深まっていきます。 また、オフィスや住宅、店舗だけでなく、美術館や映画館、タウンマネジメントによって、毎年約4200万人もの来会社を引きつけています。こちらですね、具体的に森ビルが行ってきた複合開発の事例となります。民間初の複合再開発事業となるアークヒルズをはじめとし、その後、時代や場所に合わせて、さまざまな形で森ビルの街が作られていきました。例えば皆様に知っていただけるところで言うと、 2003年の六本木ヒルズであったりモテサンドヒルズまた2014年に環状2号線整備と同時に開業した虎ノ門ヒルズモ森タワーがあります続いて先ほど町を育むタウンマネジメントにも力を入れているというお話をさせていただいたのですがこちら六本木ヒルズを例にいくつかご紹介しますこれらの写真は地元の方々とのコミュニティづくりを目的としたイベントとなっております またですね、大衆向けの文化発信のイベントもたくさん実施しております。六本木ヒルズの大きなコンセプトとして、文化都心という言葉がありますが、その言葉通りに文化を発信するイベントが多く開催されています。また、森ビルは教育にも力を入れていて、ヒルズから未来を開くというコンセプトで、子どもたちにこそ世界の最先端をと、入居しているオフィステナント様と一緒に、定期的にキッズワークショップを実施しています。はい ここまでは東京を世界中の都市にするために森ビルが大切にしている3つの考え方についてご紹介いたしましたここからは3つの考え方をもとにこれからの都市について森ビルが考え実現しようとしていることについて説明いたしますご覧いただいているこちらのエリア東京と港区を中心に森ビルはプロジェクトを推進しています大きなエリアで分けると六本木ヒルズエリアアアークヒルズエリア虎ノ門ヒルズエリアに分かれます また、地図上青い部分はすでに開業している物件で、赤い部分が今後のプロジェクトとなります。本日は虎ノ門ヒルズエリアと麻布台ヒルズをご紹介いたします。2014年に竣工した虎ノ門ヒルズ森タワーを軸に、虎ノ門ヒルズエリアでは、国際新都心グローバルビジネスセンターというコンセプトのもと、ビジネスセンター、そして渋谷日比谷線新駅の虎ノ門ヒルズ駅、虎ノ門ヒルズレジデンシャルタワー、虎ノ門ヒルズステーションタワーと、 地下鉄駅とエリア全体での開発タウンマネジメントが予定されておりますステーションタワーの象徴とも言えるのが東京メトロ日比谷線虎ノモヒルズ駅と街の一体的な開発によって誕生する駅前広場ステーションアトリウムです都市機能と交通機能が連携補完し合うことで生まれる酸素を吹き抜けのステーションアトリウムは全天候型でありながら自然光が吸い込み地下にいることを忘れさせるほど 明るく開放的な空間となっておりますこれまでの日本の地下鉄駅にはなかったような豊かな空間を実現しますまた幹線道路である桜田通り上には森タワーのオーバル広場と接続する福井20メートルの大規模歩行者デッキ T デッキを整備しますステーションタワーを貫通するように通る T デッキは歩車分離を通じて安全・安心な街づくりを実現するだけでなく 外区や幹線道路をまたいだ東西のメインストリートとしての役割も果たしますまたステーションタワーの最上部には約1万平米の新たな情報発信拠点東京ノードが誕生しますビジネス、アート、エンターテイメント、テクノロジー、ファッションなど従来型の領域やジャンルにとらわれず様々なコラボレーションを促進することによって新たな体験や価値、コンテンツや情報を創出し 東京から広く世界に向けて発信することを目指しています。続いてもう一つ、当社が力,が入当社が力を入れているプロジェクトがアダブダイヒルズです。アダブダイヒルズは事業区域面積が約8.1ヘクタールと広大であることに加え、複雑な地形をしていて、ブダイという台地に立っているので、土地と土地の高低差も大きく難しいプロジェクトでした。都心最大級ののププロジェクトト地で作り出す本計画のコンセプトは モダンアーバンビレッジとなっております森ビルは緑に包まれ人と人をつなぐ広場のような街を作り出しますテクノロジーが進歩し働き方や暮らし方そして生き方までもが大きく変わろうとしている今都市とはどうあるべきなのか都市の本質とは何なのかという問いからこのプロジェクトがスタートしましたこのプロジェクトは建築計画から従来のアプローチと全く異なります一般的な建築計画ではまずタワーやビルを配置して 足元の残った空間を広場や緑地にしていきますがグリーンを柱としたこの麻布台ヒレズではまず人の流れや人が集まる場所を考え街の中心に広場を配置し緑あふれる景観を設計した上で3棟の超高層タワーを融合させました8.1ヘクタールもの広大な計画区域は圧倒的な緑に包まれそのスケールとインパクトは六本木ヒレズに匹敵します本プロジェクトは当社が理想とする都市の中の都市であり これまでのヒルズで培った全てを継ぎ込んだヒルズの未来系でもあります総括となりますがこれまでできるはずがないと言われ困難にぶつかりながらもその度に前例は自分たちで作るという熱い思いを持ち都市づくりに挑戦してきた会社がモリビルという企業になりますこれからもモリビルのモリビルらしい都市づくりは続いていきますので共感していただけた方はぜひ一緒に働いていただきたいと思います 以上が森ビルが都市づくりにおいて大事にしている3つの考え方と今後の具体的なプロジェクト内容でした冒頭にお伝えした都市づくりの仕事が面白いということが皆さんに共感していただけましたら幸いですまた皆さんが考えている将来のビジョンややりたいことと当社のまちづくりの考え方思いに接点があるかどうかを本日の説明会を通じて考えていただき今後の就職活動の参考にしていただければと思います それでは本日のモリビル株式会社の会社説明会を終了いたしますお,いお付き合いいただきましてありがとうございますはい岩本様会社説明ありがとうございましたはい、はい、ここからですね Q&A セッションという形で説明させていただけたらと思っておりますで学生の皆さんチャット欄にて質問受け付け中ですのでじゃんじゃんご回答くださいというところと実はもう現段階でも多数いただいており ちょっともしかすると僕からピックアップさせていただいて進行させていただく形になるかもしれませんお答えきれなかったあのご質問についてはですね森ビル様のイベント等でご回答いただけるということではありますので、はい、ぜひ NEXTSTEP ススも含めて皆様ご応募いただけたらと思っております、はい、Q&A セッションに入る前に1点だけ事務連絡させてくださいチェックインとアンケートの回答だけお忘れなくお願いいたしますこちらチャット欄と画面の右に出ている部分からご回答いただけますのでご対応いただけますと幸いです はいそれでは岩本様、はい、Q&A に参れたらと思いますのでよろしくお願いいたしますはい、はい、で、まずですね岩本様就活の時をちょっと思い出していただきたいなと思っていてどんな業界見られていましたかっていうご質問いただいておりますが、はい、いかがでしょうかそうですねと私自身としては結構就活の軸がこう社会にインパクトを与えですとか、うん、あとはこう人の生活を支えたいみたいなものが軸としてありましたので、うん、まあデベロッパー業界もちろんあとはあと他業界で言いますとコンサル業界とかも見ておりました、うん ちなみになぜその中でモリビル様を最終的に選ばれたんですか、はい、そうですねそれでいうとまずその他業界の中からなんでデベロッパーを選んだのかそしてその中からなんで森ビルを選んだのかってちょっと長い話になるんですが、はい、まずそのデベロッパーを選んだ理由としましてはやっぱりこう目に見えて自分がこう社会にインパクトを与えているですとかあとは人の生活を支えているっていうのが分かりやすいなっ思ったのがありまして例えば 今現在あの弊社ですねあの六本木ヒルズあの20年も経っているんですがこう老若男女訪れてる人々のこう笑顔を見たりですとかもうこう自分が手がけた事業っていうのがこう人を幸せにする人の生活に影響を与えるっていうところが本当にデベロッパーならではだなって思いましてそこからデベロッパーを選んでいいったっていうものがありますでその中でもなんで森ビルなのかっていいますとやっぱり森ビルって弊社って最初土地を持ってない状態から始まりまして試験者一人一人人の対話を通じて。 皆さんが望む街を作り上げるっありましまたそういった中でやっぱりこうたくさん地権者の方ですとか、えっと、いろんな関係者町、えっと、を利用する人そういった方の、えっとまあ、理想像といいますかこういった町になったらいいなっていう町を作り上げて,ているってところがやっぱり他のデベロッパーではなく、えっと、弊社しかないのかなっていうふうに就活生時代学生などに感じまして、えっと、選んでいったってところになります、うん、ありがとうございます。 ちなみにこちらあの追加でちょっとご質問させていただけたらというところで他のデベロッパーさんと森ビルさん違いは何ですかってやっぱり学生さんからも質問いただいているんですよね、はい、一言であの表すとあの画面の学生さんにこういうところだよってお伝えいただいてもそうですねそれで言いますとやっぱり本当に街のこと,街のことを考えているというところが、えっと、弊社ならではなのかなとうう思っておりますで。具体的に言いますとあの 当社があの本社がある六本木レズの最上階にあの文化施設森ビル図鑑があることをもしかしたらご存知の方はいるかもしれないんですがあれって結構あの他のデベロッパーではあ,のありえないことなのかなというふうに思っておりましてやっぱりこうオフィスビルの最上階ですと診療も取れるというところで、まあ、そこにそのテナさんに貸したりですとかそういったところで収益性を図ってお金を稼ぐというところが多いんですがそこにあえてこの六本木レズの文化都心というコンセプトをその間接するために森ビル図鑑の設 その街のブランドイメージみたいなところをつ作り上げているっていうところがやっぱり森ビルならではなのかなっていうふうに考えておりまして、まあ、そういったところが他のデベロッパーにはないにに対すすする姿勢ななのかといいうふうに思っておりますありままあがとうございますちなみに町に関してっていうところで、はい、まあ授業の作り方っていう観点だとそうした作り方っていうところの違いもあるかなと思っておりますが、はい、人の観点だとこういうところは森ビルらしいであったりとか何、うん、か森ビルらしさ感じたエピソードがあれば是非教えていただきたいです。はい そうです、ね、人で言いますと本当にいろんな人がいるっていうのが正直なところでして同期を見てもあとは先輩方を見ても本当にいろんな方がと森ビに入ってきてるなって印象ではありますただその中でもやっぱり共通してあるのが皆さんその森ビへの愛が強いというところがありましてで具体的なエピソードで言いますとこうバーティカルガーデンシートですとかあとは説明会でもあの申し上げさせていただきましたが都市をつくり都市を育むですとか。 まあそういった何て言いますかえっと企業理念やコンセプトみたいなものが社員一人一人の,その社員一レベルで落とし込まれているっていうのは結構うちならではなのかなっていうふうに思っておりましてやっぱり皆さんこう自分自身が森ビルを通じてやりたいことっていうのをしっかりと持っている方っていうのが本当に多いっていう印象ですね。 ありがとうございます。はい、ちなみにもしかしたら画面の向こうにもあのモビリモビル様に入社したいっていうもう熱い思いを持たれている方もいらっしゃるのかなと思っております。はい、で皆様が求める人材ってどんな方ですかっていうご質問をいただいてるんですが、はい、そちらいかがでしょうか。はいそうですねえっと求める人材本当にえっと先ほど申し上げさせていただきましたがいろんな方がいるのでまあ一言い言うのは本当に難しいところではあるのですが。 まあただ、このか限り言わせていただきますと、熱意を持った学生というのが本当にえっと必要なのかなという,ふうに思っております。やっぱりそのデベロッパー業界っていろんな人を巻き込んで1つの授業を成し遂げていく上で、本当に長い時間がかかるえっと仕事となっております。そういった中で 途中で諦めたりせず一つの目標に向かって周りを巻き込みながら熱中した経験がある人ですとか、まあそういった方っていうのは本当にあのうちに入ってからも活躍されている方がたくさんいますので、えっと熱を持った学生っていうのがえっといいのかなというふうに思います。ありがとうございます。ちなみに学生さんから持っていた方がいい資格とかありますかっていうんです、す資格とかね、そうです、ね、っていうよりは熱意っていう形なんですかね。資格ですと、そうですね。資格は特段まあ必要ないのかなというふうに思っております。一応その入社してからあの簿記ですとか。 あ宅建研修ですとか、まあ、そういったもの宅建ですとか、まあ、そういったものをあの習得する研修がありますので、まあ、入社後にそちらは取得していただいて、まあえっと、学生時代はもう本当にあに自分自身が取り組んでることに熱中していただければと思いますのでそちらの方にあの注力してください。 ありがとうございますあとは皆様のやっぱり事業っていう観点でも学生さん知りたいよって方がいらっしゃっておりまして、はい、まあやっぱりどういうふうに事業内容を展開されているのか、うん、いわゆる収益モデルみたいなところを、うん、あのもう一度お伝えいただいてもよろしいでしょうか、うん、はいそうですねと収益モデルとしましてはまあその街によって結構変わってくるんですが、まあ、共通してあるのはやっぱりオフィスですとかあとはまあ住宅 まあ住宅にも分譲とか賃貸とかいろいろあるんですが、まあ、そういったところで、えっとまあ、テナントさんに貸したりですとかあとは居住者さんに、えっとまあ、貸したり売ったりとか、まあ、そういったところで、えっと、収益を上げてるっていうのがありますあとはですねと弊社特急なのかなって思っていますがあの説明会でも言わせていただきましたタウンマネジメント事業っていうのが本当に、えっと、森部の特徴でしてやっぱりこう長年年月が経ったとしても、えっと、街のなんて言いますか魅力っていうのを落ちないようにたくさんのイベントを実施したいですとか まあそういったことで町に来る人の総、え、数、っと、を増やして町、えっと、にあのお金を落としてくださるといいますか町を利用してくださる人を増やすというところもこう収益性を担保する面であるのかなというふうに実は学生さんからもテナント様から選ばれるビルとして行っているところみたいなのは、うん、じゃあもういるか、いらっしゃる方が飽きないようにみたいな取り組みいっぱい立つとやられている形ですか。うん、そうですねやっぱり、えっと 本当にえっと長年その利用していただくためにはその町にしかないそのテナ,ントさんテナントさんが入ってくださるメリットみたいなのをやっぱり与える必要があるのかと思っておりましてやっぱりこう開業してから12年だけではなくて本当に長年その継続して行うタウンマネジメント事業ですとかまあそういったことを実施することで町を訪れる人の総数っていうのをえっと経年劣化させないみたいなところは重要なのかなというふうに思っております。 あとは、えっと、皆様とちょっと具体のテクノロジーであったりとか、技術みたいなところはいただいているんです。ん多分、こちらは説明会等でおいおいとご回答いただける形ですかね。ねありがとうございます。ちょっと、じゃあ、別の、えっと、ご質問で、はい、なんとなく男性社会みたいなイメージがありますと。 あのこちらぶっちゃけいかがですか、はい、といただいておりますがい,<や>いかがでしょうか本当にそんなことはなくてですね本当にもう同期とかと後輩1年目の後輩とかあとは先輩を見ても本当にもう男女半々で入ってきてるのがスタンダードなんじゃないかなといううに思っているところもありましてであとはその活躍している人で言いますとこれはホームページとか見ていただいたら分かると思うんですが 女性比率もあの低くはありませんですしあとは活躍している先輩方もあのたくさんいましてあの森ビルノートって調べていただいたら分かると思うんですけど本当にあの魅力的な授業に携わっている女性社員の先輩方こんなにたくさんいらっしゃるのでそこに関しては男性社会っていう文字はもう見えないっていうぐらい本当にたくさんの女性の方が活躍されていますね。あ <laughs> ありががとととううございいいいますすは皆様にににもも大切にされてててるる価値観っっ風にもあの紐づくかなと思っているんですが <laughs> 都市化による環境破壊が懸念されていますがそこに対してどういう取り組みをされていますかっていう点ですね改めてお伝えいただいてもよろしいですか、はい、そうですねやっぱりこうデベロッパーって街を開発してこう自然を破壊していくみたいなイメージを持たれている就活生が結構いるのかなっていうふうに思うのですが実際は本当にそうではなくて例えばアークヒルズ訪れた方はいるかと,、えー、といらっしゃるかもしれませんが。 えっと、今現在本当に森に囲まれていて多分そのアイレベルで歩くとたくさんの緑が、えっと、周りにあることが分かるかと思うんですがまあこう町を開発することによってそこに緑がなくなるんじゃなくて逆に増やすみたいな施策をとっている、えっと、町,町づくりの主が多くてですね、うん、まあそういったこう自然破壊っていうよりかは、えっと、町を一緒に自然ともに作り上げていくみたいな開発が多いので、まあ、そういった心配っていうのはないのかなっていうふうに思っております。 ありがとうございますす時間的に最後 1, 2問ですか、ねはい、あのやっぱりデベロッパーさんっていうところでどういう働き方をしているのかがイメージつきにくいと。ということで学生さんから働き方に関してお聞きしたいですというところで、まあ、例えばワークライフバランスであったりとかまあリモートであったりとかあとは実際どういう業務にあたるのかの観点もお伝えいただいてもよろしいですかはいい、えっと、そののにお答えしますと本当に、えっと、いろんな業務があるので まあ共通してのお答えになるんですが皆さんいろんな業務にあたる中で思っているのはやっぱり仕事がが好きっていう人が本当に多いですでもちろんそのたくさんえっと仕事においてたくさんのえっと関係者をまと,ま,まとめたりですとか本当にえっと事業を進めていく中で大変なこともあったりしますがやっぱり根底としてこういった街を作り上げたいですとか。 本当に、えっと、こういった、えっと、皆さんが知見者さんが望む街を作り、えっと、好きな街を作り上げたいですとか自分のこう熱意を持って仕事に取り組んでいる方が多くて、まあ、そういったものがコンテンツとしてあるのかなというふうに思っております。でですねあのテレワークとかも現在あの導入されておりますので、まあ、働き方は本当に臨機応変に対応されてしてまして、ね、現在の人事部の新卒採用チームにいますがチームリーダーの方はの2人ともあのお子さんを持たれているので本当にそこはもうフレキシブに対応してあの仕事に臨んでいるというのがありますね。 ありがとうございます、はい、学生の皆さんすいませんもう時間はあっという間でちょっとここまでで Q&A セッション以上にできたらと思っておりますただですねあの実は昨日マイページも開けられたというところでここからですね皆様へのご案内もあるということなのであの最後に岩本様から学生さんに向けたメッセージとあとは今後こういうふうにご案内がいきますというところの、えっと、アナウンスを学生の皆さんに向けていただいてもよろしいでしょうかはいありがとうございます 就職活動ですね、えっと、皆さん本当にえっとに今大変なのかなっていうふうに思っておりますでこれから始めにあたって本当にたくさん悩んであのたくさんの企業を見ていろんな選択肢が見えてくるかと思いますただですねやっぱりこう社会人として働いてみてまだ2年目ですけどこう人生についてゆっくりと考えたりとか、まあ、そういった自分の人生に向き合って振り返って考えてみるのって就活生自体が一番大きかったんじゃないかなっていうに思っておりまして、まあ、そういった中でしっかりと自分自身に向き合って でその中でやりたい授業が、えっと、森ブルでしかできないというのであればあのぜひあの一緒に働かさせていただきたいなというふうに思います。でですね、と弊社です、ねえっと毎年開催しておりますがインターンシップ、夏にも開催しておりますのであのマイページも、えっと、昨日、開設しましたのでそちらの方からまたアナウンスさせていただきますので引き続きよろしくお願いいたします。ではは皆ささん、頑張ってください。お願いいい、いお願たた。ししまます、はい。岩本様ありがとうございました、はい でこのタームご視聴いただいている学生さんにですねあの1点連絡がございますこちらご視聴いただいた方ですねアンケートのご回答とチェックインお忘れなくお願いいたしますこうしてチェックインいただいた学生さんには皆様から今後ご案内が行くっていう認識で問題ないですか案内、うんね、させていただきますはいおっしゃっていただいているのでこの機会逃さないようにですねしっかりとご登録いただけたらと思っております はいそしてですね次の第8タームは日本聖鉄様が11時5分からご登壇予定ですそして次のタームの開始までの間にですね現役就活生の ES をプロがガチ添削してみたというあのものも掲載されますこちらインターンシップであったりの関門になる、えっと、ES っていうところに対しても何かしら皆さんのヒントになると思うので是非ご視聴ください。 はいそれではですね本日は改めて森ビル様より岩本様にお越しいただきました岩本様ありがとうございましたありがとうございましたはい学生の皆さんもですねここから見極めライブまだまだ続きますので引き続きお楽しみくださいそれでは失礼いたしますバイバイ見極め就活で検索